はい、どうもこんばんは。今日はね、僕の仕事は YouTube っていう本について、ちょっともう一度語っていきたいと思います。まあでも僕の仕事は YouTube で、まあヒカキン信者の人は別に買ってもいいと思ったら、ヒカキングッズがただただ欲しい信者さんは、もうどんどんヒカキンさんのグッズ集めた方がいいよ。もうヒカキンの子が大好きやったら、もう僕の仕事は YouTube なんで宝の本みたいな感じじゃん、あれも。ヒカキンが、表紙に映ってる！やっって感じじゃん。だから、僕の仕事は YouTube はヒカキン信者は買うべきだと思う。それ以外の人は買わない方がいいと思う。だって、儲ける方法なんて書いてないんだから、ただの自伝を買ってるだけなんでね。まあ、信者からしたら自伝を見たら、ヒカキンさんすげえ年収2000万なんて、キャッって言うんじゃけど、もう俺たち信者じゃない人間からしたら、儲ける方も書いてない方を宣伝売りやがって、なんなん、ぽいって言うんじゃん。なんだ。